何も考えないで、思いっきり腕、思まっすぐ行かせようとか、もうどうでもいい、これ、ネタじゃないんで、これ、今からやるのは、多分画像的にはやばくなりますけど、だから結構きついかもしれないです、これ多分、1日5 9でもいいんで、やると変わってきますね、かなり。 はいみなさんこんにちはテケテケゴルフチャンネルの桜井です先輩今日もよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ何しますか翔吾さん。はい。やっぱみんな飛ばせんだよはい分かってるその辺いすいませんいつもさ分かってんのこの辺分かってます飛距離なんだよやっぱりやっぱ飛距離なんですねスコアじゃなくてまずは飛距離もう飛べばいいんだよあ、男のロマンですねそうなるほどもういいんだよ分かりました飛べばいいんですねじゃあじゃあ 今日は飛ばしについてのレッスンしましょう。まあついてのレッスンというか、やっぱヘッドスピードだと思うんですよ。ヘッドスピードやっぱりね。はい。やっぱりヘッドスピードよね。はい。まあ前回の求正ゴルフチャンネルの健次郎が、はいはいはい。まあ今多分ここサムネ置いてますけど、あの腕腕が触れないと飛ばない。はいはいやりましたね。まあ最 長が出ないみたいなレッスンしてくれましたけ結構視聴良くてやっぱりでも僕もそう思うんですよね腕の振りだと思うんですよで腕の振りは単純にこう大げさにやったら腕振ればいいんですよはい。ただもうちょっとドリル的なことをやるとヘッドスピードが出るドリルがあるんでマジっすか あのスイングの解説入れながらやっていきたいと思います。お願いしちゃっていいですか？了解です。だから何でしたっけ？まずいや飛距離飛距離ですかね。ヘッドスピード上げる。じゃあ明日から北海道なんでそのことだけ頭がいっぱいになっちゃって。集中して。わかりました。集中して。よし。まずはやっぱヘッドスピードを上げるコツ。うん。やっぱりまず一つ目。 やっぱこう、土台をしっかりすることです。まず、これドリルのやり方ですね。おなるほど土台というか、下半身を固める。はい,はいはいはい。固める。固める。うん、固めて、腕だけで思いっきり振る練習です。おー、なるほど。腕だけで。腕だけ。そうです。固める。まあちょっと、うん、あのお尻もグッと落とした方が、とワイドスタンスにした方が、固められるんで。固めるというか、動かないぐらいの感覚ですね。なるほどなるほど、うん。で、ボールを真ん中。はい。 において思いっきり腕だけで振るーなるるあななほほどなるほど思いっきり思いっきりが大事ねっていうでまあちょっとこんな感じまあちょっと見ましょうかはい腕だけで、まあ、下半身固めて、まあ、結構ワイドスタンスで押し落として <laughs> はい、はい、わだいぶワイドやねそう でいいよ、まんまいってまんまいってまんまいってまんまそうちょっとこう先行してますよね、腕のほうが。でてまあこう結構、意外と使えてるんですけどまずはこうやって、関心を落として腕をもう何も考えないで思いっきり振るなるほど腕、思いっきりもうまっすぐ行かせようとかもうどうでもいいそうなんですよもう腕を思いっきり振るもう、むっがむしゃらにこんだけ気合い入れてそうそう。 顔は知らんけど、うん、まあ思いっきり振るってことですね。思いっきり振るってことですね。で、これをまずやってほしいんですよ。はい。じゃ、まあ、例えばの話なんですけど。椅子とかあるじゃないですか。まあ、こ、これ練習場じゃちょっと難しいかもしれないんですけど。椅子とかに座って、よく見たことないですか。ああ、ある。ね、椅子とかに座って。ちょっと、まあ。はい、はい、はい。そう、そう、そう。これで、こういうのでも。 思いなるほどなるほどはいもうこれぐらい土台をしっかり固めるとかまあカーション使わないでそうですそうです状態というかそうそこだけで振るということそうさっきよりきついですこれいはこれ一回やったことあるけどこれきついよねいやこれめちゃくちゃきついです確かになんでやったんやろ 腕の使い方だったり腕を速く振るコツをこれでやっぱ覚えましたねなるほどこれがもういわゆる通常というか正しい状態の使い方にまあ腕の使い方結構似てますねこれがまあ大げさに言うと腕の短とか遅かったら絶対ダフるし体に力がこう上下半とかが浮いてきてこっと上打っちゃうから意外と腕の短だけで。 こう打つと、でドローストちょっとこれフックがかかるっていうのは、うん、でかなりアップライトに構えちゃうから<ー>それはもちろん<ど>こうフックが強くなるんですけど練習場でうんこれを置いてやるのってやっぱ難しい,難しい、ね、けど、うん、このぐらいの感覚で、うん、思いっきり振ってほしい。うん、ああ、なるほど。 これきつそうよね <laughs>。これめちゃくちゃきついです。これか小五バージョンは。そうです。これまあこのぐらい、うん、足下半身を固めて、はい、振りましょうってことですね。なるほど、はい。そうすることによって、うん、まあこの下半身がのエネルギーがほぼゼロに近いそう、ね、近い状態で100%上を使ってっていうコツをつかむことなんで。なるほど。はい。 ってことは、じゃあ、ヘッドスピードを上げるってことは。はい。やっぱり状態を使うってこと。そうっす。まあ、状態、まあ、そうですね。腕ですね。なるほど。うん、状態の使い方とか、腕の振りで、やっぱヘッドスピードは。やっぱ、そこに繋がるんですね。上がります。そうです。で、はい。まず、これは、もう、絶対に、すると。絶対に飛ぶようになります。マジで。はい。が、なん、まあ、プラス、やっぱ、こう、スイングの、ね、こと言うと、やっぱ。 ボール止まってるんで、うん、やっぱこう合わせたいからどうしてもみんな減速してしまうんですよねじゃなくてヘッドスピードっていうのはしっかりヘッドに、ねうん、仕事をさせて怖がらずにそそうう、させることなんでしっかりこう腕が走っておかないと、うん、腕が、ね、スピードがないとヘッドも走らない確かに、はい、それプラスこう,こういう,こう回線とかもありますけどね。 それはないろいろおいおい、ね、こうしながらやらないといけないこれがまず第一関門というか 1>, なるほど1個目のドリル 1> 1、はい、これがじゃあ2つ目 2> は,い2つ目はまあ、僕結構引き合いっていうじゃないですか言いますね,ねクラブと体の引き合いを使ってヘッドスピードだセせとか、うん、いいスイングに形を持っていけっていうんですけどはい、はい、これいきますよ大げさに言うと次2個目。はい もうちょっとこう右に行くぐらい <laughs> ちょっと待ってもう一回やって <laughs> ふさっきは止めたまんま腕を振る、はい、だからまあ真ん中に重心がある感じです,ですねずっとそう、ね、あの体の軸としては、うん、これがこう流れて振ってるとかじゃなくて、ね、止めてこういう感じ次は腕をバンって振るけど、うん、ちょっとこう大げさにもう右にくる。 なるほどなるほど腕振りながら右にくるっていう状態を右にそう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 まあちょっと打ってみますあいいですかこれネタじゃないんでこれ今からやるのは多分画像的にはやばくなりますけどまあ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 いきますよなるほど本当にやってきたことなんでそうですねいやこれいやちょっと待ってちょっともう一回いいですかいいですいいですよ これね、結構きついんですよ。<れ>もう大げさに、あの、ウッターとかの、ウッターとかのジェスチャーも。ーーい。いや、これはネタじゃないんで。これネタじゃないですよね。いきますよ。はやこれちょっと、スローでも、ねね…これでまっすぐいってるのがちょっとミソなんですよ。おかしいんですけどね。おかしいで当たり前なんですけど確かに。これまっすぐいってる。これスローで見るとすごいですからね。スローでもスローじゃないですよ、これ。 ぐーっときてうんこっからまあ本当腕だけもうこれでも自分の中じゃ頭こっち引っ張られてる感じですよなるほどなるほど、うん、で最後は向こうを向くぐらいの勢いっていうはい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 、はい、なるほどね分かますビューンと振って最後はもう右に右を向きますみたいな そうこれはちょっと中身の解説をいいですかだから結局、はい、まあ腕だけで振ってるんですけどうん、うん、自分の中じゃくストップ OK ここの時ハーフウェイぐらいの時には、うん、頭がこっちにいる感じなんですイメージはあイメージがもうこの時にはもうこっちにこういるぐらいなんですよね、うん、なるほど。ほどまあでもまあイメージと実際のスピードの誤差があるから最終的にはグってきて全然ここまでは普通だと確かに。はい 突っ込んでる人はそのぐらいのイメージでも、うん、いいのかなと思いますけど、ね、で、入ってもらってぐーっときて、ね、そのイメージが実際はあまあここでこう現れてくるかなっていう感じですねあ。それだけやっぱりイメージとその実際の動きっていうのがまあずれてくるんですよね。で,で,でやっぱりこう腕を振る中、はい、振っていく中で、はい、こう頭がこっちにこうってうの方 残ってくるっていうのを付け加えてくるとすっごいこうスピードが上がってくるっていういやこれだって見た感じバリ早いよそうすねだから結構きついかもしれないですこれ多分1日50球でもいいんでやると変わってきますねかなりははは言うもんねははははははっとしては誰かいまあ打席あるじゃないですかあるじゃないですか これ、見取り通2は絶対芯に当たらないとおかしい話になってくるんですよ、当てながら実際すぐこっちの人を見るぐらいのイメージ、<laughs> こっちを見る、そうです、だから向こうなんか見ないですよね、なるほど、もう、球なんか気にせずにもう向こうなんかぴョんってきて、見る暇なく、はいそうもう、カメラを見ると、そう早く向こうを見る、早く、もう、なる,なるほど、なるほど、で、その中、しっかり見取りできるんで、 うまく出たら、はい。まっすぐ当たっとるもんね。あぁーしって感じです。いやいや、魔法使いですか、バイオまっすぐですよ。いや、これをできる人たち、まあ、腕だけでも、腕だけでも、しっかりこう使えるんですけど。そう。180. 7番。まあ、ちょっと10ヤードぐ飛びますけふ振る中。腕を振るプラス、振るプラスあとで残す感じ。はいはい。 インパクト5はどうでもいいぐらいのなるほどなるほど、はい、もうここで引き合ってきまあまずは走らすそう走らす,らすそれプラス体をこう使うっていう <laughs> <laughs> 一気にもうなんかあれですねそうこれでも腕が触れてない人は、うん、触れてないかったりとかはい、はい、腕の使い方ができてない人っていうのは、うん、こうやってここまで戻らないですあそうなん、ね、戻らないです戻らないです じゃあ仮にこうやって、うん、あのローテーションが遅いとかっていう人っていうのはちょっとこう詰まって戻,戻しきらないですああなるほど<う>なるほど肘がこうやってあいてあー、うん、パーンするからここにすってこう戻,戻ってこれるからあ、そういうことかそうですいろんなこツがあるんです意味がねしっかりこうフェースローテーションしてないと戻ってこないよとちょっときつくなってきたこうきて <laughs> あっっていう <laughs> すごい <laughs> すすごいいねこれででもみんなきると思ま腕の使いがいい人とかヘッドスピードがあるとか体の使いができる人っていうのはこれがやっぱり突っ込んでしまったりとか突っ込んでこう振ろうとしたらちょっとこれ難しいですねちょっと今結構突っ込んでわざとこういったんですけどだからまずはヘッドスピードを深める速くしようと思うと腕。なもうみん多分 みんな一緒だと思うレッスンプロの方とかプロたちもそうだしヘッドスピード出すのはどこですかって言ったら体の回転というかまず一番目に体の回転っていう人はあんまいないんじゃないかなというか体の回転それはもちろんそうなんですけど体の回転ができるようになるためにはやっぱこう腕。 確かに腕がしっかり触れてないとできないということですね。ということなんですよ。なるほといょっと嬉そうですねいやいやもうちょっと嬉しいことが今出来事が起きたんですごい大変嬉しい出来事が今起きたんでなるほど今ちょっとこうガッツポーズしたんですけどこれはもうわれわれしか分からないですね。まあそうですねまあでも冒頭でも言ったり、はりやっぱり今日のテーマは飛べばいい。 飛べばいいんですよ。飛べば勝ちない。そう、す飛べばいいです。っていうところで。やっぱりね。こう、今日のドリル。そうですね。うん。はい。まあ、非常に。ドンピシャ。なんじゃないかなと。はい。まあ、繋がりますよね。そうだね。ケンシロウ君の。あの動画も繋がるし。はい。はい。今の動画も繋がるんで。うん。確かに、確かに。いや、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 もう、やっぱ。素晴らしい。そう、やっぱ師匠。最速でね。うん。はい。時間も。そうね。来ないとですね。最速でね。はい。最速で。 ヘッドスピンを出させないといけないので。なるほど。はい。ぜひ皆さん、はい。今日のドリル、はい。をやった方がいいと思います。なるほどなるほど。はい。そこからの話なんで。そうだね。全体の話は。まあまずはもう本当今日はただスピード上げるっていう。そう。ただスピード上げるためにまず腕を使う。思いっきり。これってさあれどれぐらいやればいいとかっていう目安ってある？まこれ一日五十球、うん。まあ百、まあ本当に。うん。 いや、全部この練習で終わってもいいかなっていう<あ>本当に飛ばしたい,か飛ばしたいと思うあそんなに、はあ、これ1週間やるだけで全然変わってきますよそうよね、はあ、多分全然15ぐらいは変わってくるんじゃないかないやいや変わってくるんじゃないですか, 2> 2か、ね、はいはいはいやっぱそれだけねやり続けることが感覚っていうのが、うん、そう やっぱ飛ばしたい方はやっぱりいっぱいいるんで。うんうん、やっぱこうスイング中、こう、こう空いてくるとか。そうね。うん、空いてきたり伸び上がってくる人とかも、これは結構いいですよ。はいはい、な,るなるほど、なるほど。必見ですよ。もう腕を振るんで。そうだよ、ねうん。やっぱ伸び上がって腕高振れないですから。確かに。やっぱ重心が下がってるから。腕って振れるんで。んはい、確かにやっぱね、スイングの中でも、やっぱいい流れで、はい。 あのスイングもいい感じになりそうよね。なんはい。ドリルをやること。そうそうそまあ、基本もうね、傾斜とか言ったら、基本この打ち方なんで。ああ、そうだよね。やっぱこう、腕が触れてないと、飛距離が出ないから、みんな力んで来てしまって、軸がぶれるから。ね、傾斜なんかで、軸ぶれてきたら、もう打点ずれまくりなんで。結局、スコアに繋がるってことなんですよ。繋がるんかい。いや、結局、繋がるでしょう。はい、繋がらないと、おかしいでしょまあね。はい。レッスンっていうものは。そうだね。はい。 なのでぜひ皆さんこれは腕を振る練習ドリルいっぱいありますけどまあ今日は二つ言いましたぜひやってしょうというまあ椅子椅子椅子に座ってやるのはちょっと難しいですけどねあれはあのなんか恥ずかしいケンシロウ君が前やった膝立ちああ膝立ちとかですねあれも全然いいと思いますあれもやっぱりあめちゃくちゃいいと思いますはいですのでぜひ皆さん えー、今日のドリル参考にして、はい、必ず伸びます。必ず伸びますね、これは。はい、よろしくお願いします。わかりました。ぜひ皆さん頑張ってください。頑張ってください。はい、じゃあまたお会いしましょう。先輩、今日もありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さん見て、また、えー、次回も見てください。はい。じゃよろしくお願いします。さようなら。さようなら。